ピーナミューズボーカル担当の広瀬あんゆです。ラフィーナミューズバイオリン担当のリオです。SPZ クラス25号車、26号車に2大体制で参戦するチーム01のメインスポンサーとしてサポートするオリエンタルバイオ株式会社は、ラフィーネアルファやラフィーネアパゴールドなどの健康食品の通信販売を行っている会社です。健康食品の魅力は食品であることです。食品だからこそ毎日お取りいただける何にも勝る特性があると考えています。食品の機能性を求め、食品ならではの特徴を最大限に生かし、お客様のニーズを捉えた新たなチャレンジを続けていきます。オリエンタルバイオ株式会社は、日産自動車、日産自動車大学校がモータースポーツは自動車だけでもコンセプトに進む人材育成プログラム、日産の人気タレントをサポートするチームゼロワンの活動に賛同し、私たちラフィーネレディとラフィーネミューズでチームゼロワンを全力で応援します。チームゼロワンは今シーズンより柳田監督を迎え、 SPZ クラスから日産ジェット、日産 GT4 大体制で参戦します。SPZ クラス25号車ドライバーは、上松忠雄選手、松田千代選手、佐藤公也選手、名取哲平選手です。 SPZ クラス26号車のドライバーは、大塚隆一郎選手、富田隆一郎選手、篠原拓郎選手、荒誠二選手です。チームゼロワンはゼロからのチャレンジで一つのものを目指す気持ちを続けて、今シーズンも勝利を目指して戦います。今シーズンのラフィーネレディは8人体制、新生ラフィーネミューズは広瀬あんゆちゃんと一緒にステージで演奏させていただきます。新生ラフィーネミューズとして今シーズンも音楽を通してモータースポーツを盛り上げます。皆さん、ラフィーネレディと一緒にチームゼロワンの応援をよろしくお願いします。はい、ということで24時間耐久レース始まりましたけれども、皆さん、イエーイ、盛り上がってる本当にでもすごいたくさんの方が集まっていただいてて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ペンライト使ってくださる方いますね。はい、お、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。見えてますよ。なんか夜だからいいですね。やっぱりね、なんかテンション上がるよ。夜寝たサーキットでちょっとテンション上がります。まあ、ラフィーネレディはほぼ、ね、昨シーズンから継続なんですけれども、今シーズン初めているみのりとレムちゃんは24時間耐久レース自体が初めてということなので、なんか楽しみなこととかある？私は、ね、24時間初めてなので、あの普段見れない夜間走行がとっても楽しみです。これからだね。はい、とても楽しみです。レムちゃんはなんかご飯が楽しみです。夜ご飯ね。ご飯ね。ご飯が楽しみ。なんかそう、あのシェフがね作ってくださってるお菓子をね、すごい買い付け遠藤っていうパティスリーさんがさんとコラボしていて、とても甘いスイーツを私たちに届けてくれて、お菓子がいっぱいみんなでバクバクバクっ、ね、ずっと食べてる、ケータリングも美味しいですよね。ビビセンナリさんが作ってくださって、特に恵まれてますね。はい、美味しくいただいてます。私たちとお腹が出てるそう、私たちのせいではないそうですね。食べ物が支給されてしまう。はい、じゃあそろそろミューズは準備があるみたいなので、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さっきに私たち暑くて夏越しだったんですけど、ちょっと寒くて寒いですね。ちょっとねブルブルさすり、なっちゃったんですけど、なんかコスチュームの
見どころみたいなのってありますか？はい、のこちゃん。私はですね、こちらのポシェット、こちらです。じゃん。スポンサー様のオリエンタルバイオ様から出てるガフィーネアルファをモチーフにしたポシェットですね。毎年、去年もね、ポシェットをやったので、毎年ね、同じアルファなのデザインがね、そうだね。これは今年はなんだろう、箱のデザインがガフィーネアルファっていう商品の箱をこんな感じだよね。めっちゃ可愛いんだよね。可愛 い, い。あとリップ入ってすごいお気に入り。あ、そうだね。色んな感じだからね。喋ってると。これはめっちゃ使いやすくて、ポシェットも。はい。可愛くて使いやすいです。あとはあれか。はい。なんでなんか。はい。やっぱりあのね、このファー付きのジャケットなんですけど、可愛、うん、いよ。可愛 い, い。これもね、毎年こんな感じで、去年もね、ジャケットだったんですけど、後ろは何もない。何もない。ノーマルなんですけど、私これ凝ってるなって思ったポイントがあるんですけど、ライダースってノーマルカラーとダブルカラーって言って、襟がないものと2個襟があるのがあるんですけど、はい、これダブルカラーでめちゃくちゃおしゃれだよね。はい、あと私たちにしか関係ないかもしれないんですけど、めちゃくちゃ着やすい。わかる。わかる。マジでそう。去年と比べるのあれなんだけど、去年結構ガチッとしたジャケットだったから上がらないんだよね。そう、ここまでのも上がります。今年はいろんなところでね、ダフィーネポーズができるかなと、ね、思います、ね、楽しみに、はい、なんかどんなポーズをしてくれるのか楽しみに、はい、ということで、はいはい、じゃあそろそろここでダフィーネレディからお知らせです。はい、お知らせその1、ダフィーネレディの新発売のグッズがたくさん登場しました。皆さんもね、身につけてくださってる方もいらっしゃるんですけども、T シャツとタオルとペンライト、ね、個人のグッズとしてはアクリルスタンドとおしまいステッカーが新発売になりました。あと、私たちも愛用している赤いダフィーネベビーパーカーも販売中です。でイベント広場のカーズブースにて販売していますので、皆さんぜひゲットしてください。ではお知らせその2、本日からラフィーネミューズの最新 CD レディナンスが販売されました。皆さんね、宣言の時もたくさんね持ってきていただいた方がいるかと思うんですけど、こちらもカーズブースで販売しておりますので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、お知らせその3、6月9日にラフィーネレディ東京撮影会が決定しました。5月27日月曜日から予約販売が開始されますので、ぜひスケジュールかわいいぜひスケジュールを合わせて私たちに会いに来てください。はい、お知らせその4、明日の10時半からカーズブースにて物販サイン会を行います。皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、お知らせその5、明日のラフィーネステージは朝9時15分からスタートです。その後9時50分から、26号車担当のアネラちゃんとノコちゃんとユピちゃんと私ミノリンの、スタインクイズステージがあります。ぜひ皆さんお集まりください。お願いします。お願いします。はい、ということでミューズの準備ができたようですので、まずはリオちゃんの演奏から皆さんに聴いていただきたいと思います。リオちゃん、よろしくお願いします。アルバムのタイトルと同じでレズノスというタイトルがついています。ありがとうございます。この曲
は共鳴という意味になっていて、マシンやドライバーの方、そしてチームの方、それを応援する皆様、そしてこの会場だったりサーキット上すべてのものが共鳴している瞬間をイメージして作られたものになっています。手を叩きながらこう称え合うようなイメージになっているので、皆様ぜひ楽しんで聴いてください。それでは聴いてください。レゴマウス。私たち2人が揃ったということは、ここから
からは新生ラフィーネミュージの楽曲をお届けしたいなと思います。1曲目にお聴きいただく曲は、皆様もご存知の通り、ずっとサーキットでラフィーネミューズが歌い続けてきた、奏で続けてきたオーバーテイクという楽曲です。今回発売の、ね、アルバムにも収録されている2024バージョンとして、新たな、またちょっと違うリメイク、そうですね、はい、そしてかっこいいレンスをイメージした楽曲なので、今まさにこの走行中のチーム01に例えてもリンクする歌詞とかっこいいメロディーなので、ぜひ皆さん手拍子して盛り上がっていきましょう。それでは聴いてください、オーバーテイク。さあ、続いてお待ちかねの、はい、新曲
新曲ではないですか。まだ未公開の未公開ですね。初お披露目の楽曲となります。いるかもしれない。そうですね、もう CD をね、そうですね、聴いてる方もいるかもしれないんですけど、はい、まず面白いので曲名からいきます。一緒に言う、うん、はい、じゃあ今回お披露目する曲のタイトルはメロンソーダ飲みたい。タイトルが面白いんですけど、はい、こんなに今ね、オーバーテイクってかっこいい曲やってるメロンソーダ飲みたいなんですけれども、すごくタイトル通り可愛らしい、もうラフィーヌ・レディ、ラフィーヌ・ミューズの可愛らしさをギュッと詰め込んだ一曲となっています。ですよ、バイオリンね。そうなんです、あのとてもそのタイトルと歌詞の可愛さにかき消されそうなんですけど、かなり綺麗なメロディーを聴いているので、もしね CD でゲットした方いたらじっくりと聴いてほしいなと思うんですが、はい、この曲はね、そう、なんと、なんとラフィーネレディと一緒に歌って踊っちゃいます。イエーイ。ということで、もう出たくてしょうがなそうなので、みんなも早くって顔して、もうなんかもうすぐですもん、出てきちゃいそうですから。では呼びますか。呼びましょう。ラフィーネレディのみんな、お願いします。かわいい、かわいいね、かわいい。ということで、早速お待ちかねの初お披露目いっちゃいますか。はい、皆さんで、ね、一緒にあの踊れる振り付けや簡単な振り付けや掛け声もあるので、まあ、今日初披露になるんですけれども、ぜひ今からでもできる方はメンバーのみんなと一緒にやってみて盛り上げていきましょう。それでは聴いてください。メロンソーダ飲みたい。メロンソーダ飲みたい。飲まないの
緒に歌って踊っているんですけど、どうでしたかみんな。これでライブすごいです。そうなんですよ、この曲に意外と爽やかに見えて、そう踊ってる全員本当に息切れしちゃう。夏コスメしてよかったですね。暑い、暑いですね。私たちもさ、実際歌って踊ってみて、歌ってあゆちゃんがすごいかっていうのを聞いたんで、めっちゃすごいです。そうだよね、みゆちゃんとかすごいから、そんな褒め合いみたいな感じが。でもね、この曲、はい、メロンソーダ飲みたい、今ハッシュタグで、X の方でもちょっと企画とかもしてるので、ぜひ皆さんも CD をゲットしてたくさん聴いていただいて、私たちもこの夏もサーキットでたくさん歌っていきますので、はい、メロンソーダ飲みたいもたくさん聴いてください。よろしくお願いします。はい、ということで、ステージ夜のステージだったんですけれども、たくさんの方にお集まりいただき本当に嬉しかったです。この後もスーパー天気24時間です。まだまだ走行は続きます。明日の15時のチェッカーまでチーム01とラフィーナレディの応援を一緒によろしくお願いいたします。お願いします。